はい、どうも、カミヤンゲームズ、カミヤンです。今回もアサシンクリードバルハラ、続きやっていきたいと思います。補給船、難民と会話。さあ、というわけで、向こう岸にいる難民の方に話しかけていきたいと思います。さあ、ジャンプして、モフ。おっと失礼。さあ残り50メートル、見えている。さあ話しかけていく。おい誰だ。大丈夫、味方だ。ブリトン人が物資を運び込んでる場所を知りたくて来た。デーン人が味方だって。そのつもりだが人殺しに略奪、焼き討ちに何年もさらされてきた。デーン人は信用できない。ロドリは我々の共通の敵だろう。望みは奴の補給船を断ち、和平交渉の席につかせることだけだ。平和になればあんたらもこれ以上この土地をさまよい苦しまずに済むんだ。まともなことを言うな。いいだろうデーン人、知ってることを話そう。ブリトン人はドゥーストン採石場を通して物資を運んでる。南に塔が見えるだろう。そこが丘の門の廃墟、そのさらに南だ。ありがとう。ドゥーストンの採石場発見。採石場は丘の門を門の海上から南に行ったところにある。さあ歩きでは到底遠い。秋を呼んで時間を短くしていきたいところ。ルーストン採石場にはブリトンの荷車が置かれてる。それを焼けばロドリに和平を迫れるはずだ。物資を探して焼却、捕虜を解放すれば味方にできる。なるほど、捕虜がここに囚われていると。これは探し出していきたい。さあこの場所広そうです。気づかれると厄介だ。すぐに見つかるのか。というわけで敵を片付けた。おっと危ない。まずは周りから片付けていきたいところ。赤くなっているのが敵でございます。何も色が表示されていないのは一般市民。さあというわけで敵を暗殺して下に降りてきた。早速物資を燃やしていきたいと思います。弓矢で火をつけて焼却。さあまだまだありそうだ。そして採石場の中核にやってきた。さあこの中進んでいきたいと思います。おっ食料がある。鉱石も発見。ついでにゲットしておきましょう。ぐ近くに敵がいる。気をつけて進んでいきたい。さあ落ち着いて。進んでいきましょう。さあそしたら下層部、いわゆる下に降りてきた。お宝などもありそうだが、回収してる暇があるのか。捕虜を発見。扉を開けて解放するようデオラフに頼まれた。シロプシャーのために戦え。さあそして戻って敵の戦闘、そして物資を発見したので焼却しております。さあモザイクで分かりにくいが、とりあえずメーターが左から右に上がっている。さあ奥に進んでいく。矢をゲット。敵、速やかに排除していきたい。共に戦ってくれるはずだ。シロプシャーのために戦え。さあまたしても物資を発見。焼却完了。しかしまだ残っているみたいです。さああとはどこにある。さあそしてカラスを使って探していく。どうやらこの上、はしごを登って物資を焼却していきたい。さあありました。これでよし。次はウェンロ館の拠点とブリトンの物資だ。クエスト完了。補給船。さあシンクロポイントにやってきたエボル。どうやらこの上にあるんでしょうか。さあ登っていきたい。どうやらこの上のよう、上がっていく。シンクロ開始。完了。シロプシャー。さあ飛び降りる。ここは警備が厳しい。さあベロン間拠点にやってきましたと。ここの物資を奪えばブリトン軍は弱り、和平に傾くはずだ。さあしばらくしてレモンパンとともにまたやってきた。さあ敵を倒してこれを解放していきたい。ブリトン人の罪はゲットしました。さあこれで捕虜を解放。自由にしてやる。その代わり戦いに力を貸せ。分かった。奪った罪にまだですね。これでラストか。採石場と物資は片付いた。次はアイバーが騒ぎを起こさないうちにウェズリーに向かおう。テスト完了。デロン間での略奪。スキルポイント2をゲット。平和への血の道。以上、神庵でした。バイバイ。